どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回ですね、はい、ヤフー知恵袋にまつわる怖い話をですね、はいはい、ご紹介しようかなと思ってるんですけれども、うん、僕ですね、ヤフー知恵袋全く今まで触ってなくて、うん、質問の仕方もわかんないのよ。まあまあまあ、そんな難しくはないけど、うん。そうなんだ。ログインの仕方もわからんし、たらたらなんかそのヤフー知恵袋をちょこっとなんかの関係で見たりとかするぐらいで、うん、怖いそこにつぶやきがあって、それに対してアンサーがあって、めちゃめちゃ怖いみたいな、全然僕知らなかったんですよね。はいはいはい、で、この間、それをクイズにして楽しんでるっていう男性がいて、ほう。うん。例えば Q を言うみたいな。なんとかなんとかでなんとかどうするんですか、これのベストアンサーを答えよみたいなさ、うんうん、ことやってる人がいて、それを楽しんでたら、あれ結構これ怖いっすねっていう、伝説的なヤフー知恵袋の怖い話があるんですよ。はいはい。ちょっとそれをですね、ご紹介させていただきます。はい。2014年1月6日なんですけれども、このような、質問がございました。血液に捨て方はありますか？血液に捨て方はありますか？予定では1リットルぐらいの血液を捨てる予定ですが、普通にトイレで流してもいいんですかねっていう。はいはい。いや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 って話じゃん。1リットルも血液捨てるって、まあまあまあ、トイレで。どうしてってなるっていうやつよね。そう。バレないようにじゃんっていう、うん。で、ベストアンサーがあるんですよ。うん、殺人でもしたかっていう。いや、ベストアンサーじゃん。アンサーでもないんですよ。で、これって、なんか遊びとかそんなんちゃうって思うじゃないですか。うん、この1リットルの血液を捨てたかった質問者なんですけど、うん、この投稿者、別でも質問をたくさんしてるんですよ。他の枠で、はい。ね。はいはい。舌を切れば、声は出せなくなるかとか。うんうん。20歳男性と6歳7ヶ月の女児なら骨の強度はどのくらい違うんですかみたいな、うんうん、ちょっと事件の匂いプンプンするし、うんはいはいはい、20歳男性と6歳7ヶ月の骨の強度を知りたいのってなぜとか、声は出さなくなるかとか、うんうん、あれっていうな、なんかね、意味ありげな、うん、質問ばっかりしてるやつがいると。だから、うん、いわゆる釣りなのこれってっていう。うん、まあそうよね。なんか、だからさ、もし本当に釣りっていう風にしたいのであれば、うん、一つの質問で枠でもってまとめると思うんですよ。ああ、ネタとしてね。うん、そうそう。血液はどう？骨の強度はどう？20歳、6歳、なんとかとかって一つまとめると思うんですけど、それを別々で分けるっていう質問を、うんうん、あれ、本当に知りたいのかなみたいなね。まあちょっとだから手の込んだやり方ではあるよね。そうですよ、うん、ただまあベストアンサーにこれを選んでる時点で、うん、まあまあ釣りの、ね、可能性が結構高いんじゃないかなっていう、まあそういうヤフー知恵袋の話ですよ、うんうん、こういうのがね結構実はあって、はいはいはい、なんかねその僕とその先輩なんですけど二人楽しんでたんですよ、うん、他行きます。他もこれもね結構うわって思ったんですけど、これも伝説的なヤフー知恵袋の回答らしいですね。はい、はい、2013年4月の25日です、うん、質問こちらです。ご近所のママ友さんに仲間外れにされています。嫌われてしまったようなのですが、関係修復したいんです。アドバイスいただけませんでしょうか。年明け早々に現在の家を購入し、転居してきました。うん、5軒の住宅地の中の1軒です。本来、8軒分の分譲地でしたが、1軒の方が4軒分の土地に1軒の家を建てたので、5軒で1つの組合になっています。うん、うち1軒は大きいお子さんのいるご家庭で、同い年の子がいる4軒で仲良くしていたんです、うん、現在年長になる長女と皆さんのお子さんが同級生で同じ幼稚園、転居してすぐに仲良くなりました、うん、お互いの家を親子で行き来していました。春休みの中、子供だけで大きい家の方、かっこ A さんのお宅へお邪魔しました。その際に私の娘が言うことを聞かなかったらしく、他のママさんから聞いて急いでケーキを持って謝罪に行きました、うん、気にしないでいいのよと言ってくれていたのですが、根に持たれてしまったのか、その後からよそよそしくなりました、うん、娘がした悪さ。1、
英子さんは自宅でピアノ教室をしており、教室の部屋に入ってはいけないと言われていたのに入ってしまった、うん、2. A さんの娘さん専用ピアノスタンウェイとかいう1000万円くらいするらしい、まあ、高額なピアノに触ってはいけないと言われていたのに、うん、A さんの娘さんが弾いてるのを見てついお菓子を食べたで触ってしまった、うん、みたいなね、ベトベトさせてしまったみたいなね、うん、はい、今までは幼稚園バスから降りると A さん宅の広いお庭で遊ばしていてもらっていましたが、今はバスを降りてすぐ解散し、少し時間が経ってから A さん宅へ集まっています。うん、娘も一緒に遊びたいというので、門越しに声をかけるのですが、もうみんな帰るから、これからレッスンだから、などと言われ、入れてもらえません。うん、みんなが解散するのはその1時間後とかです。それなら、うちへ来てもらおうと誘うのですが、皆さん予定がある、体調が悪い、などと来てくれません。うん、A さん以外のママさんに、どうしたら元に戻れるのかなと相談しましたが、わからないと言われました。A さんは、いわゆるボスママみたいな人ではなく、どちらかといえばおとなしそうで品のあるお嬢様タイプの人です、うん、会えば挨拶する程度の関係になってしまったのが悲しいです。ゴールデンウィークに3家族でバーベキューに行くと娘から聞きました。幼稚園で楽しそうに話しているそうです。娘に私も行きたいと泣かれ辛いです、うん、なんとか仲直りしたいと思っています。あと何をしたらいいのでしょうか。どうしたら許してもらえるのでしょうか。うん、まあ、ちょっと長いんですけれども、うん、まあいらんことしてボスママみたいな人に弾かれちゃったと、どうしたらいいですかっていう質問なんですけれども、はいはい、でまあこれのベストアンサー、うん、お相手の方はそもそも8宅地分の半分の土地に家を建てた方ですと、うん、同等にお付き合いできることの方が難しいと思いますよ。金銭感覚もお友達も暮らし方もおそらく何ランクも上の人、うん、他の2家族の方たちも必死で背伸びしてお付き合いしてるのでありませんか。小学校はおそらく私立に行かれるでしょうし、うん、数年はお辛いでしょうが、まあご近所とは密着しすぎないお付き合いがよろしいかと思いますっていうふうにきちんと返してるんですよ。ちょっと現実的なね、はい、感じの、はい、そしてそれがベストアンサーになってるんですけれども、うん、質問者からお礼のコメントが来ております。はいはいはい。本文中の A です。え？うん。って言ってるんですよ。うん。はい。嫌いなママ友省いてます。しつこくて困っています。という質問だと叩かれるかもと思い、立場を変えて質問いたしました。うん。私の行動が容認されてほっとしております。ガサツで慣れ慣れしくてこびてくる彼女が大嫌いだったので、お子さんのことはいいきっかけでした。そして実際娘に与えたのはスタンではなくベーゼンのフルコンですっていう風に言ってます、うん、ちょっと分からん。すごいやつなのかな。このベーゼンのフルコンというのは、うん、まあちょっと調べてみるとスタンはスタインウェイ、うん、ベーゼンはベーゼンドルファーっていう、うんうん、またこれも高級な、グランドピアノ。フルコンというのはむちゃくちゃ大きいサイズってことですね、うん、はいはい。だからいいやつってことだよね。そうなんですよ、うん、これだから何が言いたいかっていうと、うん、そのむちゃくちゃこんなことをされてます、私悪いんですかねっていうのをその弾かれてるやつに扮して質問したっていう、うんうん、ね、だから加害者側みたいなのが言ってるみたいなことよね。そう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 っていうことが知りたくって、それ知ってどうすんだろう。あ、私は正しいって思いたいってことかな。でしょうね、うんうん、何これみたいな、なんか変なね、気持ち悪さが残る。そうそうそう、かなりね気持ち悪いなと思うんですよ、うん、ほんで他にもねこういったようなわけのわからないまあ質問みたいなのがあって、うん、これっていうのがですね、はい、質問者が知り合いの小学生の女子に進学祝いをサプライズしたいっていう旨の質問だったんですよ、うん、はいはい。まあ、この話だけだとね、なんか可愛らしい話だし、まあ、つながりようわからんけれども、友達の娘とかそんなんかなと思うんだけれども、うん、質問者は道中で質問させたくないからサプライズでプレゼントしたいんですよねと、一緒に買いに行くんじゃなくってと、などの理由から、まあ、その女の子を眠らせてある場所に連れて行きたいんですよね、うん、眠らせて、うん、っていうのがちょっと怖い。で、犯罪になるのか教えてほしいんですよね。
って言ってんですよ。連れてくことが。そう。眠らせて。眠らせて。いや、犯罪だろ。なんですけど、うん、だからサプライズプレゼントっていうのを理由に質問して、これが理由でも捕まるんでっかっていう線引きをこいつはしなかったんですよ。なるほどね。はいはい、これむちゃくちゃ怖くって。どっからどこまでがそうやっていけないかを法律的に知りたいんだろうね、うん、だって仲いい女児なんだから、うんうん、眠らして連れていくのはこれはセーフ？セーフっすよね。だってプレゼント渡したいサプライズなんだから。いや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 、眠らす方法聞いてるやんここでっていう。それあれよね、うん、だから捕まった時なんかあってさ、うん、いやサプライズのプレゼントをしようと思ってたんですっていう言い訳が通用するかの確認でもあるよね。犯罪になるか教えてほしいですから、ね、これが、うん、犯罪です。わかんないけど、これは完全に犯罪ですよ。やり方とかにもよるかもしれんけどなっていうのがあったりとか、いろいろあるんですけど、これもね、うわ重いなーって思った話があって、うん、再婚をする際に連れ子がいると、うん、子供は懐いてくれるのかとかね、うん、ちゃんと自分の子供として愛せるのかとかっていうね、うん、まあ質問があるんですよ、はい、その中で結構こういう質問が多くって、うん、ある一人の質問者も同じような不安を感じていたんですよ。内容のね、うん、質問が、うん、で悩んで悩んで悩んだ結果、うん、あ、そうだこうなれば解決するんだって思ったのが、うん、いなくなってほしいっていうふうに思うんですね、はいはい、で質問者もやばい結論を出しているという実感があるのか、うん、毎日自分を責めているんですとか、うんうん、考えを正当化しようとかっていう悩みを抱えていると、うん、それでヤフー知恵袋に質問を求める、うんね、いなくなってほしいんですよっていう、ね、で回答者がこれがその人に対してね、これ釣りだろうとかじゃなく、うん、これちょっとマジっぽいなって思ったのか、はいはい、実子と連れ子は違って当然でしょうとか、うん、子供の方も我慢してるはずでしょうっていうふうにいろいろな価値観の回答が投稿され、解決に向かうのかみたいな、うん。解決ってあるのかな、うん、だからいなくなるっていう最悪の、うん、要はケースに行かないように、うんうん、この、回答者さんが、いやいや、当たり前じゃんと。自分の実子とね、連れ子っていうのが愛情違うの当たり前やし、その自分だけじゃなくて、うん、いや、子供も、これだと親変わって住むところも変わって、我慢してるんだから、っていうふうに。なんかさ、うん、もう、返す、アンサー返すのもちょっと責任生じてきそうよね、それ。そうね。そうなんですよ、ね。だってそいつの一言で、なんか違うことやりそうだもんね。うん、そうなんですよ。で、さっき岸本さんが言ったように、うん、回答者のアンサーで、うん、これ未来全部変わってくるよねっていうなんかさ、うん、そういうシナリオゲームみたいな感じよな。そうなんですよ。あの、うん、極地の、うん、怖いわ Q があるんですよ、うん、これめちゃくちゃ僕怖かったんですけど、うん、逗子市在住の方に質問です、うんっていうものです、うん、だから特定してるんですよね、はいはい、逗子市に住んでる方のみに質問です。逗子駅から小坪六丁目や法明寺かな、光の明かりと書いて、そのお寺の方面に行くバスはありますか、うん、先ほど京急のバスのホームページを見たんですけれども分かりませんでした、うん、逗子市在住の方が見てくださることを願いつつよろしくお願いいたしますっていう。はい、別に、うん、これといって変なところなんですよ、うん、ベストアンサーはバスの乗り方だとか、うん、まあ電車の乗り方だとかを案内している人が選ばれております、うん、そして質問者からのお礼コメント、うん、この度は本当にありがとうございました、うん、なんていうものを2011年11月10日にヤフー知恵袋内で質問して回答を受けてるわけです、うん、これ実はものすごく怖いんですよ、うん、オチ、うん、っていうかこれ実はこの質問者、うん、殺人犯なんですよ、うん、実際のそう、うん、ちょっと説明させて、はあ、ください、うん、まず11月6日このような事件がありました。神奈川県逗子市でアパートで女性が殺害され、容疑者の男性も自殺、うん、この事件では容疑者男性の執拗なストーカー行為と
警察への対応が物議を醸しておりますが、うん、容疑者男性は事前にヤフー知恵袋に質問を投稿し、被害者女性の情報収集をしようとしていたことが分かりました、うん、二人が交際していたのは2004年頃のこと、うん、交際は2006年頃に破局し、女性は別の男性と結婚転居。容疑者の嫌がらせメールに困った女性はたびたび図書所に被害を相談します、うん、しかしメールはストーカー規制法の対象外との見方から問題は解決されませんでした、うん、容疑者のメール攻撃は2011年頃からエスカレートし、1日80から100通のメールを女性に送りつけるようになります、うん、その中に殺すという文言があったため、神奈川県警図書所は容疑者を脅迫容疑で逮捕、うん、しかし逮捕状を読み上げる際に被害者女性の住所や結婚後の名字の一部を読み上げてしまった、うん、容疑者は逮捕時に聞いた図志や三好という名字をもとに、うん、ヤフー知恵袋で質問を開始、うん、3つの名前でヤフーに登録し、名前を変えて質問を繰り返す。図志市に在住の方に質問です。小坪6丁目にあるお寺は何というお寺ですか？写真をコピーしたのですが、写真のジオタグが読み取れません。無料アプリで写真のジオタグが読み取れるものがあれば教えてください、うん、相手が一方的に破棄してきた場合、相手に対して損害賠償などは請求できないのでしょうか？殺人事件を犯した犯人が逮捕される前に自殺してしまった場合、うん、その後の事件の処理はどうなるのですか？包丁って東急ハンズみたいなホームセンターに行けば売っていますか？とか、うん、容疑者の質問は延べ170件以上、事件を意識した書き込みが多数確認されている、うん、容疑者の執念の深さもさることながら、ジオタグやインターネット検索で簡単に住所や居場所が突き止められることが分かった今回の事件と、うん、まあ、古い事件ですけれどもね、10年前のね、ネット上での情報公開が犯罪やプライバシー侵害につながる可能性がありますよっていうふうに注意喚起しているんですよ、うんうん、かなり、まあ、あのセンセーショナルな事件として、うん、まあ、当時話題になったんですよ。聞いたことあるわ。 それの情報収集がなんとヤフー知恵袋だったんですよ、うんうん、だからこの質問だけ見ると普通に図書市に遊びに行くんかしらと か、ね、行きたいとこあるって感じだよね。そうそうなんですよ。お寺に行くとか、その方面に行くバスありますか、うんうん、っていうから普通のただ単なる質問かと思いきや、ね、うん、そこが観光ではなく、うん、ある一人の女性の住んでる場所が知りたかった、その辺りの地理が知りたかった、うん、とか、まあ、ホームセンターで包丁は手に入りますかとか、うん、そういう全部全ての質問っていうのがその最悪な、まあ、ゴールっていうのを求めているための質問やったっていう、これはなかなかにゾッとしますよね。これさ、でも、うん、全部知恵袋で聞くのがさ、うん、なんかちょっとアピールしてんのかなって思ったけどね。どういうこと？Google で検索すりゃ出るようなものをさ、すごい聞いてくるじゃん、うん、ね、そこがなんか、うん、なんだろうと思って、そのあわざわざ帰ってくるまで待つ方が時間かかるじゃん。確かに掲示板でさ、犯行声明文残すやつもいるもんね、うん、なんかだからちょっとだけなんかアピールしてんじゃないかなっていう感じもあるよね。それは誰かに止めてほしい、それとも誰かに知ってほしいとかですか？どっちかだと思う。そのうん、なかなかね、本当確かに言われてみれば自分で調べれば分かることばっかりだし、ホームセンターなんか行きゃ分かるわけじゃん。そうそう、うん、その程度のことも聞くっていうのがなんか、うん、何なんだろうなと思って。僕としてはですよ、うん、僕としてはもしこの人の気持ちになると、ちょっと質問してアンサーが返ってくるっていうのは全然関係ないんだけど、背中を押してもらってるって気持ちになる。あ、僕としてはね、あ、ちょっと、うん、僕としてはですよ。すっごい気持ち悪い発想だけど、いや、そう、うん、まあでもそう思っちゃうんですよ。なんかあの協力者がいるって僕としては思っちゃうんですよね。
うんうん、自分としてはやっぱりもともと好きな子やったし、うんうんうん、その手にかけようなんて本当はしたくないはずなんですよ、うんうん、まあ恨みもあるだろうけれども、うん、だけれどももうやるって決めた以上やるし、うんうん、その中でその勇気が出ないから質問をむちゃくちゃ自分で分かるような調べりゃすぐ分かるような質問をして帰ってくことによって賛同者を得てるみたいな、違うんですよ、本当は違うし、ね、アンサーしてる人は全く悪くないんだけれども、うん、そういった僕は思いがあるんじゃないかなとちょっと読みながら思いましたよね。 ありそうやね、うんうん、だからものすぐ分かることなのに、うん、質問をしだしたら、うん、ちょっと怖って思った方がいいかもしれないですよね、うんうん、いや調べろよそれぐらい、うん、いやそこ行けよお前が、うん、普通にって、いやそうなんだね、って思っちゃうよね。ググレカスで埋まるかもしれなかったね、よく言うやつね、あのコメントのアンサーがね。そうですよね、まあまあ2010年11年とかのね、うん、まあヤフーの知恵袋っていうのがもう今よりも全然ね、まあね、ちょっと当時の感じがね、ちょっともう今思い出せないから、うん、なんともだけど、なんかでもかなり盛り上がってた、うん、かもね、ね、なんかこういう怖いのもそうなんだけれども、ちょっと面白いみたいな、うん、笑えるみたいな、なんやこいつみたいなのも結構あったので、そうだね、はい、で今回ちょっと募集したいのが、うん、僕で本当に無知で、うん、このあたりね、うん、その2チャンネルとか5チャンネルですか今も、はいはい、一切見ないですし、このヤフー知恵袋に関しては僕も一切このクイズ大会やるまで知らなかったの、うん、実際ね、うん、ちょっと勉強不足で、なんで皆さんね知ってる方がいらしたら、この掲示板のこれむちゃくちゃ怖かったでとかヤフー知恵袋のこれ見てくれよと、早瀬とめちゃくちゃ怖かったでっていうのがあったら、ぜひぜひですね、はい、ちょっとまあ、コメントかメールにお願いいたします、うん、はい、以上です。ありがとうございました。